皆さんこんにちは、フェニックスのケイタです。今日もインタビューをしていきたいと思います。今日インタビューする選手は秋山大輝選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは自己紹介からお願いします。秋山大輝と申します。社会人3年目ですね。今次の春から4年目に突入するんですけど、フェニックスでは主に攻撃的なポジションを担当しています。よろしくお願いします。サッカー始めたのは幼稚園の年中さんから始めました。で、まあ、生まれが静岡県、サッカーどころということで、まあ、正直その始めた時の記憶というか、物心つく前っていう時に多分サッカーを始めていて、別に親がサッカーをやっていたとかではないんですけど、父親がやっぱり地元エスパルスをすごく応援していて、まあ、その流れで気づいたらサッカーを始めていたという感じですね。大きいところで言うと2つあるかなと。まあ、一つ目が、小学校4年生ですね。まあ、さっき幼稚園の年中さんから、サッカー始めたっていう風に言ったんですけど、はいはいはい、始めたものの、全然上達しないというか、全然こう、まあ、幼稚園とかってお団子サッカーとかって言って、上手な子がこうドリブルでめちゃくちゃ運んでいって、その周りをこう、うごうの衆が囲み、みたいな構図だと思うんですけど、僕はですね、そこの密集してるスペースが嫌で、ちょっと離れたところでこう見てるみたいな、はいはいはい、そういうちびっこだったらしいんですね。ボールに触らないから上手にならないんですよ。で、まあ、リフティングも全然できないみたいな。で、そういうレベル感でこう小学校3年生ぐらいまで行って、小学校4年生からそのこういろんなこう幼稚園から上がってるクラブチームが一つにまとまって、アスルクラロ沼津って言って、今 J3 にあるチームですね。ゴン中山とか、はい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 、所属してたんですけど、実はそこに所属してました。あ、そうなの。じゃあもうなんか小学生の時からね、 J の下部組織ですね。下部組織だね。やっぱり100人も一学年いるんで、うん、こうカテゴリーとしても分けないといけないですよね。なのでこう、まあ、いわゆる ABC みたいな感じで、はいはい、まあ、A チームと言われるメンバーが20人ぐらいかな、最初に。まあ、なぜかその A チームと言われるところにカテゴライズされてしまったんですね、僕は。正直実力も全然足らないのに、で、身長もめちゃくちゃ低い、ちっちゃい子供だったんですけど、いきなりマリノスカップっていう大会にいきなりこう、その A チームというくくられたメンバーで参加しないといけないいうのがいきなりありました。で、全然その友達でもないし、まあ、結果どうなったかって言うと、やっぱ大会では見せるところなしというか、ボールをすぐ奪われ、もうなんか何したらいいのかわからないみたいな、もう本当にこう何もできなかったっていう大会だったんですね。それがすごい一番最初の挫折というか、なんか自分が何もできない、あ、本当に何もできないっていうのをなんか幼ながら感じたのが、まあ、その大会だったんですけど、まあ、それが最初の挫折と言ってもいいかなと。辛かったんやな。めちゃくちゃ辛かった、その大会。しかもなんかその後もやっぱり寄せ集められて最初の大会で、その後練習が続いていくので、うん、なんかこのやっぱり何もできなかったやつみたいな、こう波長をやっぱり小学生ながら感じながらその後の活動も続いていくので、やりづらいっていうところはすごくあったかなと思いますね。なんかその後すごく良かったのは、まあ、指導者の人にすごく目をかけてもらえてというか、サッカーノートみたいなつけようって言って、うん、まあ、その大会でこう何もできなかったこととか、実家帰ると記されてたりするんですけど、コーチの人が目をかけてくれて、僕が書いたことに対して、まあ、今でも忘れないのが、僕インサイドパスがすごい苦手だったんですけど、僕が書いたことに対してこう新聞の切り張りみたいなのをつけて、はいはいはい、なんかそういう風にこう一つ一つのプレーに細かく指導をしてくれたし、まあ、ピッチ上でもすごくいいプレーにはすごく褒めてくれたりもしながら、はいはいはい、少しずつ自信をつけていって、なんか6年生の時にはメッシと言われるようなすごいじゃんプレイヤーになって、なんかそういう特徴を生かしたプレーが
だんだんできるようになって、5年6年生とかはトレセンとか、はいはいはい、そういう選手に一応成長することはできたなという感じです。もう一つあるね、挫折のエピソードで、もう一つは中学入るときと、入ってから長らくという感じ、はい、その小学校である程度自信をつけてメッシと言われるようになった状態で、まずその中学セレクションを受ける、静岡で一番上はエスパルスのジュニアユースなので、実際セレクションも4次試験までみたいな感じだったんですけど、追加でこう5回目来てくださいみたいな、マジでみたいな、まあ、合格ですということになって、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、その時に思い出すのが先ほど一つ目の挫折で話したような、最初の大会に時に感じたような不安というか恐怖心、またうまい人たちに囲まれてやるんだなっていうのは同時に不安としてありながら、そこからやっぱり案の定ですね、技術的にもやっぱり自分よりはるかにうまい選手たちだし、身体能力的にももっとっていう感じで、中学入るとき僕137センチぐらいですかね。ちっちゃちっちゃいんですよ。やっぱ練習もなかなかうまくいかない、おじけづきまくってるし、あとは小学校の最後の方にこうオスグッドを発症してですね、リハビリがちのスタートだったので、やっぱ技術的にもこう物理的にもうまくいかないっていう、3年間ほとんどっていう風に話したのは、結局その中で活躍することはできなかったなっていうところがあるのと、ちょっと忘れもしないのは、中学1年生の時のナイキプレミアカップっていう名前だったと思うんですけど、その大会は全国だからこう電池外っていう概念が初めて登場するんですよね。怪我をしてたわけじゃなかったんですけど、電池外になったんですけど、それを経験した時はやっぱりすごくこう心的にはとか心情的にはすごく挫折というか、ショッキングな出来事で、大きな挫折の一つかなっていうふうに思ってます。いやー、めちゃくちゃ違いますよね、言ったらやっぱりまず環境面で言えば、芝と土ですよね県立の高校なので、やっぱりこう潤沢な資金があるわけでもないというところで、伝統の校舎のグラウンドですね、環境とかがね、スタッフ陣とかが恵まれてるのはさ、J クラブが恵まれてるっていうのは当たり前だと思うけど、部活の方がなんかもっとこういうところはメリットあるよねっていうのはある、ある意味こう泥臭く勝手になれるなっていうのはあって、やっぱクラブチームってすごくこう綺麗にやるしかないというか、やっぱり高校サッカーはこう青春っていう感じだし、こうやっぱ毎日の生活、こう授業の感じとか掃除とかみんな一緒にやるわけですよね。なんかそういうのの延長線上で一緒にグラウンドに出てっていうのが絆というか、なんかそれはすごく部活でできるいいことだなっていうのは結構ありましたね。僕にとって、本当自分でさっき話しながら小学校の時からそうだったなと思うんですけど、すごいサッカーが鏡になって自分っていうものをこう考えるようになったなと思って、それが今自分がサッカーを続けている理由かなっていうふうに端的に言うと思いますね。大学1年間大学のサッカー部で活動して、そこから実際に第一線退くっていう決断をした時に、なんかサッカーから全く違う道で、今後こう社会に出て活躍していくみたいな、そのぐらいのある程度覚悟を持って、次どうしようかということを考えてたんですけど、結局今こうしてサッカーに戻ってきてるんですよねでそれはなんでかなって考えた時に、やっぱり自分を作ってきたのがやっぱりサッカーだったっていうことがやっぱり一番大きくて、結局サッカーを通していろんなこう仲間もそうだし敵もそうですけど、それとこう対比した自分っていうものをこう見つめ直して、じゃあこういう風にもっと変えれるなとか、逆にこういうことあるとこういう風に感じてるんだなみたいなものを自分でこう認識できる時間っていうのは、すごいやっぱりサッカーをしてる時間だなっていう風に自分にとっては思って、サッカーをしてる時間はサッカーでこう5つぐらい見るものがあるって言われてる中では、ボールと自分と味方と敵とスペースとかって言いますけど、そういう風にこうある程度考えることが整理されてる中で、
で自分のことをすごくこう整理できる時間だなと思う、思うし、やっぱボール触ってる時っていうのは楽しいなと思うので、それがすごくサッカーのいいところというか、まあ、自分から見た自分が発信できるサッカーのいいところだなというふうには思ってます。そうですね、まず、まあ、来シーズン、まあ、チームとしてというか全体的にっていうところで言うと、僕のまあサッカー人生を通して一番すごくまあ大事だなと思うし、このフェニックスでこそできるなっていうのは、まあ、すごく心理的安全性が高いチームだなって。心理的安全性、やっぱりこう自分がうまくいってなかった時ってどうだったかっていうと、集中できてないというか、やっぱりこういろんな人の目だったりとか、まあ、怒られるのが怖いし、まあ、どういうふうに評価されるのか怖いし、まあ、それによって自分のチームでの立ち位置も決まってしまうから、なんかもう常にそういうことを考えながら失敗できない、でそういうことを考えてるとプレーってうまくいかないんですよね結局。まあ新しいプレイヤーも当然加わってくれると思いますし、まあ、若い選手もまだまだいる中で相手のレベルも上がるという環境に入っていくと思うんですけど、やっぱりそういう時にまあ、厳しい声だとか罵倒したりだとか、まあ、なんでできないのということではなくて、お互い助け合えるというか、お互いのことを信頼して、まあ、やれることとやれないことを分かって、そういうのをこう分かりきったチームに、まあ、より成熟していきたいなというふうに思うし、まあ、自分がより率先してそういうこう波長をキャッチして、チームがいい方向に変わっていくことができるように、プレー中も、まあ、プレー以外のところも気にかけてやっていきたいなと。この理由はプレーというか、どういうふうにっていうところに関しては、正直去年最後の試合とかも、まあ、すごくいいレベル感でやらせてもらって、ちょっとこうボールもらうの怖いんじゃないのみたいな、なるほど、なんかそういう風にこう思ってないんだけど、ちょっとこう自分の認識というか、ちょっとこう古い悪い自分が若干出てきて、なんかそういう自分と決別するというか、一番いい状態でやって、だしまだまだ上手くなれるというか、まあ、フェニックスだからこそなんですけど、まあ、すごいいろんな先ほども言ったような環境をこう自分たちで作ることによって、もっとこう上手くなれる、そういう感覚はあるので、肉体的にも精神的にももう少しできるところまでですね、まあ、いつまでできるかわからないので、もっともっと磨いて、ポジション的にはね、前線の選手ではあるので、まあ、チームが少しでも勝てるように、まあ、目に見えるですね、数字に、まあ、このフェニックスはずっとこだわってきたので、まあ、そこをやっていきつつ、でもやっぱり目に見えないところでの働きというか、ボールのないところの動きとかも自分の特徴かなと思うので、そういうところでもチームに助けられればなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ、来シーズンも秋山大輝選手を覚えていただいて応援していただければなと思います。こういったインタビューをしてほしいっていうリクエストあれば、コメント欄ぜひご利用いただければと思います。ではまた会いましょう。